全世界を震撼させたアメリカ同時多発テロ事件。怒りに肩を打ち震わせた男がここにもいた。アメリカ空軍に勤務しているリック、同僚が次々と戦地へ旅立った。さらにリックの故郷はニューヨーク。リックが心に描くニューヨークから世界貿易センタービルが消えた。本当に、very sad day. And 私はニューヨークの人でしょ。だからトゥインタワーズで亡くなるは、そのことは本当に痛い。ハート。洗練されたアウトボクシングが持ち味のリック。日本タイトル22回連続防衛の日本記録を持つチャンピオン、リック吉村、22度目の防衛を果たしました。そして去年、引退をかけあの畠山と世界戦。しかし結果は惜しくも引き分け。今日の対戦相手は心境著しい OPBF チャンピオン佐竹正和。一度は引退を決意したリックが1年1ヶ月ぶりにリングに上がる。ニューヨークの皆さん、これから頑張りましょう。星条旗のためにリックがリングに立つ。リック吉村が日本のリングに帰ってきました。あの畠山貴教との世界タイトルマッチ以来13ヶ月ぶりの試合となります。去年2月17日に行われた WBA 世界ライト級タイトルマッチ、絶対不利と言われた予想を覆す大接戦の末、惜しくも引き分け、世界チャンピオンにあと一歩届きませんでした。再起のチャンスを待ち続けていた9月11日、フロリダの空軍基地でニューヨークの惨劇を知りました。ニューヨークサウスブロンクス生まれ、世界貿易センターのツインリーグを毎日見ていたというリックも失意のどん底に突き落とされたといいます。自らの世界最長戦のチャンスをつかんだ日本の一方のリック吉村、ふるさとニューヨークで過ごす家族や友達への励ましのメッセージも込めて星条旗を身にまとっての入場です。再起を果たした永遠のライバル坂本博之が見つめるリングに自らの思いをぶつけるリック吉村です。ブランド大好き。されています。OPBA スーパーライト級タイトルマッチ。チャンピオンは明石ジムの佐竹正和にとっても初めてといっていいビッグマッチ。この大きな会場でのリングを迎えています。今日が6回目の防衛戦になります。間違いなく今まで対戦した中で一番強い相手でしょう。そのリックに勝てば自分にも世界という大きなチャンスが巡ってくるというふうに話していたチャンピオンの佐竹。一方のリック吉村、すでに37歳を過ぎまして残されたチャンスは本当に少なくなっています。しかし今一度世界最長戦へ向けての今日が13ヶ月ぶりのリングです。村山さん、はい、そのチャレンジャーサイドなんですが、はい、なかなか指示が新しい指示が出てこないんですね。ジャブ、そしてフットワークをしっかりと使って左回り、はい、その他の指示を出しあぐねているという状況のようです。はい、しかしもう試合は第8ラウンドを迎えています。残すラウンドは5つになっています。12回戦 OPBF スーパーライト級タイトルマッチ、チャンピオン、おっと左がストレート、左のストレートが当たりました。チャンピオンの佐竹、今度は左のボディーブローです。佐竹もこのところの試合を見ていますと、浜田剛さん、はい、スタミナにも絶対の自信を持っていますからね。これはですね、自分のペースでできるからスタミナ自信持つんですね。なるほど。うまい具合に力も相手が打ってくると抜きながらですね、はい、無駄なエネルギーを立てないですよね。はい、しかしその佐竹が警戒していたのはリック吉村も非常にポイントの取り方がうまい、そして試合中の休み方もうまい選手だという印象を持っています。このあたり今日のリックはどうでしょう。まあやっぱり、最初にやっぱりペース取られたというのが大きいですよね。はい、佐竹に取られたというのが、もう完全な佐竹ペースで、佐竹も自信満々でやってますよね今。そうですか、はい、そのあたり坂本さん、チャンピオン佐竹の試合ぶりにそういった自信というような感じますか。ああもう本当その通りですね。はい、自分の本当に自分の好きなペースでやってますからね。はい、こういう試合は疲れないですね。あそうですか。リックの方が全然違う、相手のペースを持ってますから。今のストレートダブれればいいんですけどね。今のいきなりの右を出してきました、リック吉村。いきなりの右でいいんですよ。はい、今度は左ストレート、佐竹ワンツーだ。さあ打ち合いになる、リング中央だ、ワンツー。さあ左、右を出していった。さあ佐竹が巻いてる、佐竹が飛び抜けた、佐竹
ところで、力もセーブしながらうまいですね、佐々木は。今度は左ストレートが見を返した。佐々木が一気にラッシュしてきました。ガンブシャルに打つんじゃなくて、本当によく見て打ってますよ、佐々木は。そうですか。また右にヒットしました、チャンピオンの佐々木。リップの右がヒットしたんですが、その後畳みかけに来たのはチャンピオンの佐々木正勝でした。また右だ、リップの右。リック吉村も必死の形相、右を出した。さあ打ち上げる。ちょっと浅かったですね、今のは。ちょっと浅かったですね。はい。また打ち上げになります。またカウンター、再三左ストレートのカウンターですね。はい、このラウンド残り10秒になりました。第8ラウンド激しい打ち上げ、右ヒットしたリック。今度はボディーブローだ、出口を戻る。激しい打ち上げになりました。第8ラウンド終了です。リック吉村に残されたラウンドはあと4つです。 OPBF スーパーライト級タイトルマッチ12回戦、左のボディーブローを見せます。去年の2月17日 WBA ライト級タイトルマッチ、畠山貴教、今ワンツーが当たりました。今のもう1回行きたいですね。はい、今度は左、畠山貴教との試合、あれから3回 VTR を見たといいます。しかし今でも自分が勝ったと信じているというリック吉村、ホールディングによる減点1もありまして、結局引き分けに終わりました。もう一度世界最長戦のチャンスを伺って日本のリングに戻ってきたリック吉村です。しかし若い24歳のチャンピオン佐竹、冷静なフットワークを駆使してのボクシングが続いています。坂本さん、はい、残すラウンドがどんどん少なくなっているんですが、はい、このあたりリックの立場になりますと、はい、もう行くしかないという感じはならないんでしょうか。あとここからじゃないですかね、そのリックの精神的な強さが見れるので、はいはい、佐竹がワンツーを見せます。左は配置になりました。今度は左、また佐竹が左がヒットしています。左が右、佐竹がワンツーです。佐竹も鼻のあたり少し切ったんでしょうか、血が滲んでいるようにも見えます。さっきバッティングしましたから、その時ずっと気にしてましたけどね。はい、第9ラウンドも1分30秒が経過しようとしています。スッと前に出てきた佐竹正和、まあ、とにかく相手のパンチをかわして、そして相手にパンチを打って仕留めていく、このスタイル、闘牛士の最高の称号であるマタドールと言われることもあります、佐竹のスタイルです。まあ、ここまでワンツーをまた見せました。この浜田剛さん、はい、チャンピオンのヒットアンダーウェイというんでしょうか。まあそうですね、相手にまず打たすんですね、はい、打たして空振りしたと同時に自分が一発打ってまた離れると、はい、だからいつもやってたリックの戦法をやられているという感じなんですよね、はい、第9ラウンド2分が経過しています。今の左ボディーブロー流すんじゃなくて、右をダブル状態で打てればいいんですけどね。もう一発欲しいところです。だから右打ってバランス崩すと、はい、そこを佐竹左打ちますからね、はい、右を一発打ってバランス崩さないようにもう一つですね、はい、左を出します。リック吉村、お互いにポイントを掛け合う、このあたり非常にテクニカルな試合になっています。左のボディーブローリック吉村、右のジャブをついていきます。チャンピオン佐竹、第9ラウンドの残り10秒になります。 OPBF 東洋太平洋スーパーライト級タイトルマッチ12回戦も第9ラウンド、ほとんど時間がなくなりました。さあマッチだ、ここでゴングが鳴りまして第9ラウンド終了です。もう11月にデビューしました。そして日本タイトルを3度獲得、あ、今石川圭一会長の姿がリングサイドに見えています。おととし脳梗塞で倒れまして、現在も右半身に麻痺が残っています。しかし去年の畠山貴教戦の前には自らフロリダへ行って最終調整、リック吉村に指導をしました。さあ第10ラウンドが始まりました。リック吉村、37歳のリックが24歳の若いチャンピオン佐竹正和に挑んでいます。 OPBF スーパーライト級タイトルマッチ、リックは日本でのキャリアの中で3度日本タイトルを獲得しました。そして3度目の日本ライト級チャンピオンは日本記録となります22回の防衛に成功しました。おっと左が当たった、そして右を出す、
大きな右、そして左を返した一気吉村、佐竹はワンツー前に出てきた。第10ラウンド少し動きが激しくなってきました。左佐竹の左です。そして右から左前に出る。このあたり坂本さんどうですか、佐竹の動き。いいですね、はい、よく見て打ってますね、はい、また中に入ってワンツーを出してきます。佐竹正和。一方坂本さん、ええ、今のリックのその心情というのを察してみてください。もう、あ、うまくいかないなとかもイライラしてんでしょうね、はい、そして何しろあとこのラウンドも入れて残すラウンドが3つになりました。はい、はい、それはもう自分でもよく分かってると思います、ね、はい、あとはもう練習してきたものをあとこの3ラウンド出せれば、はい、軽いフットワークでリックのパンチを次々にかわしていくチャンピオンの佐竹。2左ストレート、右右をついていきます。佐竹リックが手を出そうとしますが、ワンツーがヒット。佐竹また左から右、そして左の大きなアッパーカット。両者の動き、浜田剛さん、はい、その動きの変化というのはありますか。動きはもう完全にチャンピオン佐竹、リズム乗りましたよね、はい、まあ、リックはやっぱりもう焦って今どうしようか、あ、自分で回答が出ない状態なんですね、はい、だから、今まで左のジャブから組み立てていた選手ですからね、はい、それがなかなか左ジャブ、左アッパー、左ック当たらないわけですね、やっぱり相手サウスポーということがありますから、これも思い切って、変えてみるということを、まあ、できれば面白いですよね、はい、チャレンジャーのリック吉村、去年2月の畠山戦も引き分けでした。93年12月の日本ライト級タイトルマッチ、今の右手ですね、はい、今のこの右手でいいんですよ。今度は左を返してきたチャンピオン。さあ今度はチャンピオンか、距離が詰まった、右を突き上げる、左が当たった、リック吉村左が当たりました。ニュートラルコーナー付近、あー、左リックのバランスが左ストレート外れてきましたよ。左ストレートが当たりました、チャンピオン。さあ打ち合いになる、苦しみがありましたね。右から左、左が当たった、佐竹が当たった、さあ手取りかける、チャンピオンが出る、チャンピオン出る、チャンピオンが一気に出る、ここでゴング。第10ラウンド終盤、チャンピオンの佐竹がラッシュしました。 OPBF 東洋太平洋スーパーライト級タイトルマッチも残すところあと2ラウンドになりました。坂本弘之さん、ここまで見ていますと、その軽快なフットワークのチャンピオンのパンチがかなりヒットしています。そうですね、リックはかなり苦しいと見るべきでしょうか。佐竹陣営にしてみれば、はい、思い通りかなという、そんな感じですね。そして残すラウンドが2つになりました。さあ第11ラウンドが始まりました。37歳を過ぎても世界最長戦、世界最長戦を狙って今日の OPBF タイトルに挑んできたリック吉村。キャリアも経験も佐竹をはるかに上回るものを持っています。こうなりますと坂本さん、あとワンツー、まあ、リックがあとはどれだけまだボクシングをやりたいかと1周年でしょうね、はい、そうですね、見てみたいですね、その周年。はい、こう冷静に足を使っていますチャンピオンの佐竹正和。左を伸ばします、左がヒットしました。村山さん、はい、チャンピオンコーナーなんですが、A、リック吉村のスタミナはもういっぱいいっぱいだろうと、だからワンツー、そしてボディを打って倒していけという指示です。浜田剛さん、はい、第10ラウンドの終盤もチャンピオンが畳みかけるシーンがありましたからね。そうですね、倒していけというのはもともとノックアウトを狙う選手じゃないんですね、このスタイル的には、はい、チャンピオン佐竹は。それが倒していけというのはやっぱりもう自信あるんでしょうね。なるほど、もうノックアウトもできるというふうにセコンド GM も思ったんでしょう。第11ラウンド中盤1分30秒が経過するところです。村山さん、はい、チャレンジャーリックサイドなんですが、石川会長は2ポイントリードを許していると、はい、とにかくワンツーで打開策を図っていけという指示です。また前に出てきたチャンピオンが前に出てきます。この辺りのクインチワークは一時戦勝があります。リック吉村、左の目の下のあたりかなり腫れています。チャレンジャーのリック吉村、左のボディーブロー、ワンツー、チャンピオンのワンツーです。あっと、また左、左
ストレート、この左がやっぱり作戦が大きいんですね。よく当たりますね。左ストレートはクリーンヒットしています。チャンピオンまた左、そして離れます。マタドールと呼ばれるスタイル、相手のパンチをガサッと左、なんかもモーションかけないでちょこんと出す感じなんですけどね、はい、左がよく当たっています。チャンピオンの佐竹、疲れてきた時のパンチですから、あ、効いてきますね。今度は振り込んで右から左を見せました。また左、そして身を返したチャンピオン、うん、リック随分苦しいですよ。さあ赤コーナーに詰める、左ストレート、右チャンピオンの佐竹クリーンヒットがついています。第11ラウンド残り30秒になりました。また右が当たりました。リック吉村のパンチは空を切っています。左の目がかなり跳ねています。リック吉村、佐竹のパンチをかなり当てています。第11ラウンド残り10秒になりました。佐竹がまたプレッシャーをかける、チビチビッと前に出る左ストレート、ここでゴングです。第11ラウンド初めての世界タイトル挑戦、惜しくも引き分けに終わって再起を目指しているリック吉村、13ヶ月ぶりのリング、石川圭一会長が見守るリング、非常に厳しい試合になっています。残すラウンドはあと1つ、いよいよ最終ラウンドです。最終ラウンドのゴングが鳴りました。 OPBF スーパーライト級タイトルマッチ、坂本博之さん、いよいよ最終ラウンドを迎えました。そうですね、この3分にかける思い、はい、坂本さんはどうお考えですか。いくんじゃないですか、はいはい、全てをぶつけて、共に同じ時期に世界を目指していたリック吉村と放送席の坂本博之さん、そして若い24歳伸び盛りのチャンピオン佐竹正和、この3人の中から誰かが勝ち残ってスーパーライト級世界を目指すことになります。 OPBF のタイトルをかけたこの世界ランカー同士の一戦もラストラウンドを迎えました。浜田剛さん、はい、チャレンジャーとしてはもう行くしかないと、ですね、ダウン取ったぐらいでは追いつかないでしょうね。なるほど、ノックアウトしないと勝てないでしょうね、はい、そのあたりはもうキャリアも豊富なリックですから、おそらく分かっているでしょう。分かっちゃいますけど、全部リックのパンチ今読まれてるんで、はい、今前ながら攻めたいという気持ちがあるんですけど、はい、もっと一発下げてみるというふうな、今でもパンチ力残ってればなんですよね。左が当たりました、リック吉村、しかし相手のリックの攻撃を再三、軽快なフットワーク、華麗なテクニックでかわしてきて、そして的確にパンチをヒットしてきたチャンピオンの佐竹正和、ラウンド最終ラウンドも冷静に足を使っています。佐竹、前に出てくるリック吉村、残り1分30秒になりました。打ち合いになる、ワンツーだ、相手の右がかわしています。佐竹、そして距離が詰まる、場内は佐竹コール、そしてリックコールが交錯しています。右のボディーブローを見せましたリック吉村、左のボディーブロー、残すラウンド最終ラウンドも残り時間あと1分になろうとしています。ほとんど時間がなくなってきました。ラストラウンド、さあ、あと右当たりました、リック。今の右、もう少し早く欲しかったですね。はい、右ストレートがクリーンヒットしました。37歳のリック吉村、そして若いチャンピオン24歳の佐竹正和、ここまでは軽快なフットワーク、ポイントでは佐竹がリードしているでしょうか。これまでの日本での14年の生活、そして15年になろうとしているプロボクサーのキャリア、その全てをかけるリック吉村、残り30秒になります。ガードを上げます、そして左をついてきました。チャンピオンの佐竹、身を出します。リック吉村、しかしこのパンチもかわしている、大きな左は空を切った。チャンピオンの佐竹が外しています。牽制の相手のパンチを外す感覚、これは素晴らしいものがあると吉田が金谷会長も話していました。さあラストラウンドも残り10秒になりました。さあ残り10秒を切ったところでチャンピオンが前に出るか、ガードを下げて挑発するチャンピオン、左が出った、左ストレート、リック吉村が棒立ちになったところでゴング、がっくりとうなだれました。リック吉村37歳、唇を噛みます。そしてゴングと同時に両手を上げました。チャンピオンの佐竹正和、12ラウンドフルに戦い抜きました。試合は判定に持ち込まれています。今日の試合ジャッジは内田さんと阿部さん、
そしてレフリー森田さん、3人の採点の結果、まもなく場内に発表されようとしています。あっと、リック吉村がっくりと6回目の防衛に成功しました。最強のチャレンジャー、リック吉村を退けています。37歳を過ぎてもボクシングは自分にとってのライフワークなんだというふうに話していたリック吉村ですが、がっくりとうなられています。現在リング上では認定上の授与が行われています。87年に日本でプロデビュー以来、プロでのキャリア14年を過ぎまして15年目。あっと、石川圭一会長が車椅子から立ち上がってリックの健闘をたたえています。リング下で抱き合っています。石川会長の目にも涙が見えます。